韓国メディア驚愕、ミンジェに続きイガンエンも放出候補に。フランスのルパリジャンによると、イガンエンの競争力は依然として弱い。ルイス・カンポス SD は技術力に優れた19歳の守備的 MF であるジョアン・ネベスを注目している。明らかなのはイガンエンが出場時間を確保するには、より競争力を見せるしかないということだと報道している。よく頑張った方だと思う。さすがにパリはちょっと早かった。イガンエンが PSG? まだ無理だろと思ってたけど、やっぱり無理だったな。いい左足を持ってはいるが、韓国の US 級の選手には値しないでしょ。結局、本当の S 級はソン・フンミンだけだと気づけよ。真面目に出場機会求めて移籍も考えた方がいい。試合に出ないとただただ劣化してくだけだよ。王様をさせてもらえるチームだったら輝く可能性もある。どうも特徴がはっきりしない選手のイメージ。左足のキック誘導が高い、以上、な感じ。イガンエンは一昔前のプレイメーカーのようなイメージ。上手いんだけど今の強度が必須のサッカーではなかなか輝けない。正直 PSG でスタメン張れるようなレベルの選手ではない。常時出たいならリーグアンの中位からリーガの下位クラスのチームとかじゃないと無理やろ。移籍した方がいいと思うよ。ミンジェに続きイガンエンもベンチ要員か。クラブに入れたことがゴールになってる。